皆さん、こんにちは、マーティン。では、のミラクルボーイ、キングタクです。<laughs> コンピューターの仕組み。キーボードやマウス、タブレット、イメージ付けないデジタルカメラ、マイクロフォン。これが入力装置ですね。出力の場合は、ディスプレイ、プリンター、スピーカーが出力装置。まあ、雑学の復習ですね。中央処理装置というのは CPU。出力装置はメインメモリー。補助記憶装置は DVD ドライブとかハードディスクとかいろいろ。まあ、コンピューター働くためにはソフトウェアとハードウェアを重さつ。 間違えたハードウェアとソフトウェアが必要です。まあ、OS があるんですね。はい。まあ、技術の勉強。普通にクリック。2回はダブルクリック。ドラッグドラップ。<laughs> えー、文字、まあ入、ローマ字入力とカナ入力。2つあるんです。 文字削除するには、ま、デリートを使うととバックスペースキーを使う場合もございます。ま、あ大変ですけども。ファイルの読み方、ま、あいろいろあるけどね。私、パソコン得意なので、全然いけます。プリンターは、ま、レーザープリンターとかインクジェットプリンター。まあ、接続する際には十分ご注意ください。はい。まあ、ソフトウェア。いろいろ図形も書くのもいい勉強かなと思います。 キャドもやったことあります。キャド。経験してます。ただ、キャド唯一苦手です。私。まあ、表検、算もできます。合計はサム。平均はアブレージ最大はマックス。最初はマインなんです。アンド検索とか、オア検索。まあ、絞り込み検索もありますね。まあ。そうですね。ネットワークですね。ランですね。学校内の近く。まあ、ラン。 そうですね、パスワード、まあ、ネットパスワード入力、まあ、ユーザー名とパスワードをタイしく入力すると利用できます。まあ、鍵の役割をしているんです。広域がワンワン犬のモノマネですいません。まあ、インターネット普及してますね。今もう AI の時代でございます。ブランドソフトウェアというのはね、ウェブページを閲覧する機能を持つソフトウェアを言うんです。まあ、あ url, まあ、組織とか、ま、国名とかで、はい、いろいろありますね。まあ、インターネットは、ま、リンク集や検索エンジンを利用するです。まあ、カテゴリーでも探すしてもいたり、まあ、キーワードを入力してウェブページを開くんです。まあ、不審なものがあるので、要注意を。コンピューター社会は確かに大変なもんですね。 お調べ学習にいいかも電子メールの使い方も要注意です。あとは情報モラル、まあ、著作権とか肖像権とかいろいろありますね。違反コピー禁止マーク、自由利用マーク、プライバシーマークというのがいろいろあります。情報の信頼性も大事です。覚えてくださいませ。というわけで、コンピューターについパソコンと情報についてでした。バイバイ。